てなわけで。いい感じ？ OK。じゃあちょっと、今回からこの弾丸論破、希望の学園と絶望の高校生、やっていくんですが、最近どうやら、なんか弾丸論破ね、前まで全編配信ダメっていうか、第1章だけ OK みたいな感じだったんやけど、ちょっと前に、全部やっていいよーって、ね、そのおねえみたいな人が多分言ったと思うんやけど、そう弾丸論破のね、上の人がこう、おねえ歩きをしながらそう言ったらしいので、やらせてもらうことになりやした。うん。なんかこの前、今もやってんのかな？ Steam で弾丸論破がセールでやってて、1、2、3セットで買いました。ね、弾丸論破めちゃくちゃ、その、ね、超興味があったかっていうとそういうわけじゃないんやけど、ね、前々から弾丸論破ね、弾丸論破ねってこの、陽キャグループをはためにね、この横目にチラチラ見るような、ね、学生生活を送っていた僕にとってはこうぴったりなぐらいそうやってチラチラ見てたんで、おタピオカンニンさん、プライムサブスク感謝。プライムサブスク感謝、ありがとうございます。累計4ヶ月サブスク感謝、ありがとうございます。3ヶ月連続サブスクありがとうございます。めちゃくちゃ広告入る。ごめんね。うん。Twitch と Amazon に送っとくわ。うん。Twitch さんに送っとくじゃないよ。怒っとります。うん。こんばんは、黄色ペンでゆうのさん、こんばんは。ということで、ちょっとポテト食いながらでいいみんな。ポテト食いながらで申し訳ないんやけど、弾丸論破やります。大体、全5章とか、5章プラス最終章だか、なんかそんな感じっぽいんですけど、うん。1章ずつ配信やろうかなと思ってます。うん。真ん中の回ってるやつはリボルバーのシリンダー。これ、うちの家ですね。うち、この6人家族なんですけど、一ノ瀬家の滞在みたいな感じで、それぞれにこれ一部屋一部屋があって、真ん中が今になってて、で、常に回転してるっていう家なんですけど、これ僕の家です、真ん中。これ、僕の個人情報今まで晒してこなかったんですけど、晒します。うん。というわけでやります。俺も全然どういうゲームか知らんね。ニューゲーム、ロードゲーム、ニューゲーム、ニューゲームをダウンローディング。音声の選択。英語でやろっかな。でもこれ今さ、デフォルトの位置が英語やったんよな。ね、英語でやったらウケるかな。日本語でやります。推理難易度、親切緩やか意地悪。アクション難易度は親切緩やか意地悪。ね、ゲーマーとしては意地悪でやりたいところなんですけど、自分の実力を鑑みてね。もう、さすがに真ん中でいくわ。意地悪でしょ。意地悪でやれっていう視聴者が一番意地悪なんじゃないか。片親の6人家族だからか。確かにな。ね、いろいろ家庭の闇を知れるよな。そんだけ産んでみたはいいものの、なんか面倒見切られへんようになって、どっちかがこう逃げたんやろな。やっぱりマクドっていう、マクドやろ。あんたらそんな、マックなんて言い張るんか、そんな。わてらはマクドでまかれ通ってまんねん。ミエソンさんの家、蜂の巣やん。まあ、実はね。一人の女王蜂や。もう雑談しすぎ。やります。すぐ雑談しちゃう。お、知ってるぞ、お前。モノクマね。大山の舞踊。途中で声優がタラコに変わるでおなじみ。うん。お、そんなエッチなゲーム。そんなエッチなゲームのつもりじゃ。ちょっと、未成年も見てるんですよ。痛そう。痛いよ。お、現代のアイアンメイデン。お、まさき .com の、天才志村動物園の相葉まさきのまさき .com の感じの音だったね、今。あ、そんな屋内で、後先考えずに、屋内からロケットを、屋外から飛ばせばいいものを、劇団犬カレーみたいな土星も見てます。魔法少女まどかマギカみたいな。わあ、後先考えへんから。屋内でやるからそんなことなるんやで。そんな綺麗に白骨か？嘘みたい。嘘みたいやな。めっちゃ高熱やったんかな。高熱やねんけど中はクッション性があるみたいな感じで。調理やんな、ほぼ。笑ってるね。弾丸論破！希望の学園と絶望の高校生！ね、こんなダミ声かな。タイトルコール。ピクミンのノリマル切り札。確かに。その巨大な学園は都会のど真ん中の一等地にそびえ立っていた。なんか飛んだんやけど。ちょっと、軽くボタン押しただけやのに、シャシャシャって。私立希望ヶ峰学園。ちょ、軽く押すな。これちょっとソフトタッチすら飛んじゃうんやけど。これ A ボタンやろ、丸ボタンやな。ちょっと軽くピチャッと押しただけやのに。あらゆる分野の超一流高校生を集め、育て上げることを目的とした政府公認の超特権的な学園。めっちゃ飛んじゃうんやけど。なあ、どうしたらいい？キーボードに変えられへんから。キーボードに、なんだお前。違う、キーボードに変えたいな、じゃあ。いや、ソフトタッチでいくわ。何百年という歴史を持ち、各界に有望な人材を送り続けている伝統の学園らしい。あ、ソフトタッチ。よし。国の将来を担う希望を育て上げることを目的とした、まさに希望の学園と呼ぶにふさわしい場所だ。そう、デッドゾーンゼロ。うん。待って、ちょっと押しただけで。うん。そんな学園への入学資格は2つ。受験と枕やろな。普通に学力で受験するか、エッチな、ね、この校長にエッチな色仕掛けをして入る、この枕のどっちか。現役の高校生であること、各分野において超一流であること。おお、なるほど。新入生の募集などは行っておらず、学園側にスカウトされた生徒のみが入学を許可される。おお、うん、尖ってるね。それエンブレムもこんなね、調査兵団みたいな感じになるよな。そんな蝶が何個もつくほど超すごい学園の校門の前に、急にね、稚拙になるな、言葉の選び方が。うん。コントローラーだとしたら R で自動で流れるけどスピードわからない。R 一回押してみるわ。あ、これか。これ R でさ、これオートを得意でやった方がいいんじゃない？僕は立っていた。お、主人公？まずは、オーソドックスに自己紹介から始めたいと思う。うん。僕の名前は、苗木誠だ。僕の名前はミーソンです。外見はご覧の通り、どうしようもないほど平均的な普通の高校生。自分で言うなよ。苗木誠君、君は知ってる。君は知ってるわ。うん。中身の方も同じ。うん。性格にも特技、にも成績にもこれといった特徴はない。そういうやつが一番異常ってよく知ってっから。うん。うん。特別な趣味や思考があるわけでもなければ、ミュータントでもないし、スタンドを出せるわけでもない。うん。僕の好きなアイドルや好きな漫画、好きな音楽、好きな映画を知りたければ、なんやろう、ネイバーまとめとかにを見てね、みたいな。ネイバーまとめで書いてるよ、みたいな。うん。ランキング番組でも見れば一発だ。その1位になるやつが大抵そうだから。おお。もう、これでもかというほど自分は普通だということをね、言ってるね。うん、王道という言葉すら裸足で逃げ出す。まさに普通の中の普通。うん、それが僕だ。うん、最初に自己紹介というオーソドックスなところから始めたのもそのいい例だと思う。やかましい。ずっとなんか暗闇の真ん中でずっとなんかぼやぼや言ってる。なあ、ねえ。まあ強いて言うなら言うとずっとなんか喋ってるな。暗闇の真ん中で。お前だけ明るいな、でも。人よりちょっと前向きなことくらいかな。そうですか。うん、確かに。こんな真正面からこっちに向かい合ってくれてるもんな。そんな普通の僕は今、うん、希望ヶ峰学園という普通じゃない学園の前に立っているわけだけど、うん、本当にすごいところに来ちゃったよな。僕みたいなのがこんな学校でやっていけるのか。うん。ネイバーまとめでおすすめ SS 調べてたら、ネイバーまとめにそんな使い方が。うん。案の定僕はこの学園の圧倒的な存在感に飲まれてしまっていた。校門の前に立ってすでにかい。だけど僕がこうなるのも無理はないんだということを分かってもらうためにも、うん、まずは昨日の晩の事前準備のことを説明した方がいいだろう。多分これチュートリアルやな。ね、福田得意で構成されるチュートリアルだろうね。希望ヶ峰学園に選ばれる生徒たちは本当に各分野の超一流高校生ばかりで、希望ヶ峰学園15。大体あれやけどな、墨括弧で悪口みたいなのを書いて、希望ヶ峰学園15。で、その後にも墨括弧でこの悪口書くみたいな。大体こういうのって、そのジャンルカテゴリーのまとめってさ、そういう前後に墨括弧がついてるもんなんやけど、引き続き語りたまえ。友達が関係者と知り合いらしい。設備とかマジすごいって。今年超高校級のアイドルが入学するって聞いたけど誰？超高校級の野球選手もいるって聞いた。あの人だよね。めちゃくちゃなんか健全かもな。うん。超羨ましい。勝ち組しかいないね。どうやったら入学できるの？ねえ、嘘みたい。嘘みたいなに綺麗なインターネット。うん。その選抜メンバーに関しては、ネットの掲示板で専用のすれが立つほどの話題となる。僕は事前準備を兼ねてそれを覗いてみたのだが、そこにはいずれも平均値から大きく飛び抜けた超高校級の面々ばかりが揃っていた。うん。お、そんな、例えば超高校級のアイドルとして希望が峰学園に入学するのは、そんな、エッチな、そんな、で、年派もいかない、若者がそんな、ね、腰を見せるとかならまだしも、この、胸までそんな、ハレンチな、ね、小手川優衣じゃなくても言うよ、ハレンチなって。うん、ドラマとかでありがちな学校の裏サイトとか現実で見たことないよね。本当に。一切ない。うん。国民的アイドルグループのセンターマイクとして物扱い、活躍する話題の女子高生アイドルだったり。うん。お、各キャラクターのこれ紹介やな。うん。超高校級の野球選手として入学するのは、うん。高校野球大会の優勝チームのエースで4番バッター、プロも注目の逸材だったりする。うん。裏爆発してますけど、これ後ろ。うん、超高校級のギャルとして入学するのは超高校級のギャル。ギャルという概念に超高校級って言葉がつくことってあるんやな。ねえ、そんな人それぞれじゃない。ねえ、尺度によるやろ。ねえ、あなたの思う超高校級のギャルは、みちょぱ、ゆきぽよって、ね、人それぞれじゃない。うん。右端の子すごいな。ねえ、確かにめちゃくちゃ露出してたね。さっきのアイドルね。あ、いいね。かわいい。超キャラデザがいい。ギャル系ファッション雑誌で表彰を飾る人気モデルで女子高校生たちのカリスマ的存在だし。おお、動くね文字が。おまけに超高校級の暴走族なんて肩書きで入学するやつもいて、それで入学できるんやな。寛容だ。恐ろしいことに日本最大の暴走族の総長で、全国のヤンキー連中から尊敬と畏怖を集める男らしい。ああ、確かにね。頭美味しそうじゃない。ね、調理済みの頭って感じ。社会人級のギャルってどんなんなんやろね。超高校級の1個上ね、社会人級。その他にも超高校級の格闘家や超高校級の御曹司、超高校級のスイマーに超高校級の同人作家。なんか、ナレーションベースになってるやん。全員 CG 用意したってくれよ。いいよ、別に、くどくなくても、俺読むから全部。ないぎまことくん、いいよ。一人一人説明してもいいんやで。超高校級のプログラマー、超高校級のギャンブラー、超高校級の風紀委員、超高校級の占い師などなど、ちょっとくどいかもな。列挙された方がくどいかも。アジフライみてえな頭。ね、みんな、お腹ペコペコやね。うん。ここには自分の無力さを痛感させられるそうそうたるメンバーばかりが揃っていた。うん。例えるなら、ライオンの群れに紛れ込んでしまった三毛猫の気分。自分を以来、可愛い存在やなっていうのが分かってるんやな。苗木誠くん、知ってるけど、ね、可愛いキャラクターとして、ね、割と扱われてる印象あるから、三毛猫やと思ってるんや、自分のこと。ね。だけどちょっと引っかかることもあった。いくら検索しても情報がヒットしない新入生が何人かいるみたいなのだ。おお。うん。こいつマグカップださ。これ丸に木って書いてるのこれ。米何これ。ださ。しかもさ、これ PC モニターの横に置く派なんや。これ、絶対熱いで。ね、大体この、さ、下に置くやん。邪魔やし、ね、配線とかもこうぐちゃぐちゃしちゃうから。これ、デスクの上に置いてるんやな。珍しい。何人か、そのうちの一人は大した才能もない僕だからいいとして。うん。じゃあ他に検索がヒットしない新入生って。うん。僕と同じようにこれといった実績のない人が他にもいるってことか。と思うと少しだけ勇気が湧いてくる。我ながら情けない性格だ。まあそれはともかくとして問題なのは、うん。そんな超高校級が揃うメンバーの中にどうして普通の高校生の僕が選ばれたのかってことだそうですよ。ねえ。これが弾丸論破最初の謎。うん。その理由は、時々。なんやろう。ねえ。絶倫とかなんじゃない。ねえ。こんな可愛らしい感じなのにね。高校生にして。希望が峰学園から届けられたこの入学通知を見れば一目瞭然だ。あなたは超高校級のなんとかですって言われてるってこと。うん。ほう。今回我が校では平均的な学生の中から抽選によって1名を抽出いたしました。その結果当選したあなたを超高校級の幸運として我が校に招き入れることになりました。ねえ、むちゃくちゃ。こっちの人生のこと何も考えてない。ねえ、中学生の時からずっと絵を描いてて、アイビスペイントで、今クリップスタジオでこの絵を描いてるんです。で、高校もずっと絵の勉強して大学になったら美術系の学校行くんですって考えてたのに、あなたは抽選で選ばれました。希望が峰学園に入ってください。ねえ、この向こう、の勝手な大人の都合でそんなことさせられんのかな。うん、超高校級の絶倫、絶対10年前に同人誌ネタにされてる。で、俺がこういう感じで適当に言ったやつが、実は同人誌で書かれてたりすんのかな。つまり僕が選ばれたのはただの運ってわけだ。ここに明記してあるしね。うん。本当なら辞退した方が良かったのかもしれないけど、あ、そうか、まあ辞退もできるよな。うん。でも卒業すれば成功を手にしても当然なんて話を聞いた後では辞退なんてできるわけもなかった。うん。なんかあれみたいな感じよな。職歴の相馬の、ね、遠月学園みたいな。うん。とはいえ、こうして実際の学校を目の前にすると、やっぱり場違いだったなんておじけづいたりもして、でかいね、高校。縦に長い。うん、もはや新手の詐欺みたい。確かにね、この送りつけて、ね、請求するタイプのな。うん。とは言ってもこれさ、学園に行くと言っても、ただなわけないやん。お金取るわけやん。ね、これ送りつけ詐欺じゃない。でもいつまでも校門の前で立ち往生してるわけにもいかないよな。ぶつぶつと独り言をつぶやきながら僕は手にした入学通知に視線を落とす。そこには新入生は8時に玄関ホールに集合の文字。起きれるかな、無理やろうな。ねえ。ちょうど WBC が始まるぐらいの時間ね。集合時間までまだ時間があるけど、そろそろ行こうか。昨日寝る直前ぐらいにさ、ね、明日は WBC 見るぞっつって言ってたのに普通に寝てたね。起きたらトレンドの1位が WBC 優勝でした。ねえ。はあ、こういうのって将来後悔するんやろうなって思ったわ。うん。めっちゃもう縛ってるやん。8時に集合って言ってんのに。もう、これ絶望、最初の絶望やろな、これ。うん。で、8時に集合って言われたのに、門が閉まってて、8時に集まれなかった。ね、どこが超高校級の幸運なんや。うん、行くぞ。うん。たかが初登校とは思えないほどの大げさな決意を固めると、僕は玄関ホールへと足を向けた。うん。入るのに謎解きいるとか、俺片手今、ポテトで汚れてるから、謎解きとか、できひんな。集合場所の玄関ホールってここだよな。まだ誰もいないみたいだけど。うん。なんか普通の学校。でもなんか、ちょっといい普通の学校って感じだよね。うん。実は選抜されたドッキリだったんじゃないの。ね、これで、ね、水曜日ですけどって言われたらな。ね。泣いちゃうよな。玄関ホールの立派な置き時計を見上げる。時刻は7時10分を指していた。おお、50分前集合。集合時間は8時だからまだ50分も前だ。誰もいなくて当たり前か。でもここで最初の誰かに出会うんやろな。自分と同じように50分前から集合しちゃうようなさ、めちゃくちゃ、ね、この、はい、配慮じゃないけどさ、ね。緊張して早く来すぎちゃったな。私も緊張して早く来すぎちゃったっていう可愛い女の子来てくれ。集合時間まで結構あるし、ここでずっと待ってるってのもな。そうだ、先に学園の中でも回ってみようかな。緊張をほぐす意味でも。やばい、これ、普通にコントローラーでキャラ動かすパートやとしたら、俺まだちょっとポテト残ってるんやけど。超高級のポテト残ってるわ。190円。190円じゃないわ、290円。超高級の290円のポテト。僕だってもうこの学園の生徒なんだから問題ないはずだよな。ちょっとした時間つぶし。その程度の軽い気持ちで僕は希望ヶ峰学園に最初の一歩を踏み出した。うん。適当な合格通知を送ったら本当に来る。無視する。無視するでしょ。ねこれツイートとかもしないね。ツイートしたら、あ、なるほど。送った、適当に送りつけた、あれはこのアカウントなんやつってさ。なんか、よくあるやん。道端に変わったものを落として、それをツイートさせることによってさ、ね、その、拾った人と、ツイッターアカウントをこのリンクさせて、このね、個人情報うんたらかんたらみたいなやつね。新しい学園生活の始まりとなる、希望に満ちた一歩、となるはずだった。やばい、暴走族が来るんじゃないかね。ぐにゃー。戦闘が始まったんかな。だけどその一歩目を踏み出したのと同時に、僕の視界はぐるぐると歪み始めた。やがて世界は飴細工のようにドロドロと溶け混ざり合う。うん、なんか、変な官能小説みたい。ぐる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 とドロ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 になり、その次の瞬間には、ただの暗闇。確かに、さっきも暗闇の真ん中で喋ってたしな。ね、元通りかもな。それが始まり。そして日常の終わり。うわ、言うと思ったそういうの。終わりの始まりだったみたいなね。この時点で僕は気づいてもよかったのかもしれない。僕が希望ヶ峰学園にやってきたのは、超高校級の幸運なんかじゃなくって、超高校級の不運だったってことに、言いましたよ。聞きました？苗木誠くん、これ。やるね。言ったったね。ポテトくんは。怖いチャイム。さよなら教えてみたいな。うん。セーブデータ保存します。はい。これね。はい。ちょっとテキストボックス被るかなこれ。大丈夫かな差分が用意されてる。お、喋ってる。ここは。僕は硬い机の上で目を覚ました。体がやけにだるい。うん。プール入った後とかなんじゃない？確かに退屈な授業中には居眠り無理をすることもある僕だけど。うん。でも今はどうして机の上で寝てるんだ？それにそもそも見覚えのない教室。うん。どうなってるんだ？おお、なんだなんだ？ちょっと、ポテトタイムを邪魔しないで。うん。希望峰学園にようこそ。まずは、簡単な操作説明をさせていただき、ちょっと待ってね。定服は、操作説明の前にね、なんか、急に操作とか言うんや。うん。そんなまさか不運だなんてね。うん。戦場常にありみたいな書いてるわ、なんか。うん。ちょっと、ポテトのカスをさ、配信中にこれテンション上がって、こぼしてしまう可能性大いにありなので。うん。じゃあ今後は、ポテトを片付けましたので、マックシェイクを飲みながら配信させてもらおうかなと思います。うん。まあそれは独り言でスティックで移動とか言い出すのは違和感の塊だし、そう、第三者になんとなく説明させた方がいいよな。うん。お。やばい、コントローラー接続大丈夫かな？左スティックで画面上の標準をご操作いただきます。うん。症状に反応があった際に A ボタンを押すと、その対象を調べることが可能でございます。マックシェイク何味？バニラ。バニラ以外飲んだことないね。方向キーと LB ボタン、RB ボタンで視点をご操作いただきます。はい。まずは教室の中をお調べください。はいはい。ああ、なるほどね。うんうんうん。はいはいはい。おー。キモい教室。キモい教室。うん。これ、監視カメラついてるな。おかしいよな。こんなところにあるのな。なんだお前は。これって監視カメラかな？最近は物騒だし、不審者が入ってこないように設置してるのかも。でも、こんな黒板の前に設置してたらさ、ねえ、生徒の席の位置によっては、全然、先生、それ、文字なんて書いてるか見えませんってなりがちじゃないか。チョコシェイク以外許さん、過激派。マジか、チョコシェイク飲んだことないね。うん。うん。はい、マックシェイクを飲んでました。時計、気になります。時刻はいつの間にか8時を回っている。8時集合やったのにな、ホールに。僕が玄関ホールに入ったのが7時10分ぐらいだったから。うん。あれから1時間近く経ってるのか。うん。ねえ、この、明らかにさ、これ気になるやん。でもこれを調べたら終わりやと思うよな。エンブレム、無理か。入り口。外に出る前に教室の中にして、ああ、はい、ごめんね。そういうつもりじゃなかったんや。モニター。テレビがある。うん。政府公認の学園なんだから教室にテレビぐらいあってもおかしくないけど。でもなんか、周りの枠の割にモニターちっちゃいな。うん。壁キリンかよ。確かに。キリンの壁やな。ねえ。気味が悪いよな。なんだろう、何か異様な雰囲気を感じる。確かに。ジラフ柄スクールやな。さて、この椅子の形も気になるけどな。ねえ、こんななんで背もたれ細長いねんって。お、これもおかしいよな。何ですか？なんだよこれ。本来の教室なら窓があるべき場所だが、そこには鉄板のようなものが打ち付けられていた。拳で叩いてみるとコンコン。やっぱり鉄板だな。しかもかなり頑丈で分厚そうだ。いや、そんな分析よりもそもそもどうして鉄板が。そうやな、気になることいっぱいありますね。これは気にならへん？もう他気になることない？これだけ。あと招待状みたいな。これなんだ？さっきまで僕が突っ伏していた机、よだれの跡がくっきりと残っている。かわいい。かわいさを節々で出すなよ、あざといな。後で拭いておかなきゃな。おー、はい、なんか真面目やな。で、その机の上には、おーっと、ね、あれみたいな、クレヨンしんちゃんの、ね、父ちゃん、暇、ごめん、おら、もう、みたいな、ね、そんな感じの書かれ方。入学案内、安っぽいパンフレット、しかも手書きだし、うん、新しい学期が始まりました。新規一転、これからはこの学園がお前らの新しい正解となります。ね。お前らってね、そんな初対面の人間に慣れ慣れしく。なんだこれ、誰かの悪ふざけか。うん。この状況から察するに、緊張のあまり玄関ホールで立ちくらみした僕を、誰かがこの教室まで運んでくれたとか、ね、なんとかうまいことつじつま行くようにね、解釈しようとしてるけど。とすると、この教室って、希望が峰学園の教室ってことになるよな。まあね。50分やしな。50分とか1時間ぐらいしか経ってないから、そんな遠くまで運ばれへんしな。でもそれにしては、異様だ。とてつもなく異様だ。うん。教託が裁判官いるところみたいで、ね、確かに弾丸論破って弾劾するやつでしょ。ってことはそういうコンセプトなんかな。こんばんは、遅れました。JK っていいよねさん。こんばんは。こんばんは。窓に打ち付けられた鉄板、まるで牢獄のような圧迫感。意味不明で理解不能。とりあえずもう一度林間ホールに戻ってみようかな。集合時間を過ぎてるし、他の侵入生が集まっているかもしれない。うん。B ボタンを押していただくと部屋から出ることが可能でございます。めっちゃ丁寧にありがとうね。うん。OK。外に出ますか？ちなみにこれ B ボタンって言ってるけど、PS4 をやったらこの丸ボタンやな。うん、ややこしい。で、基本的にこのプレイステーション系のゲームって丸ボタンがキャンセルで×ボタンが決定やからさ。ね。Apex やっててよかった。外に出ますか？はい。特に壁が。うわー。え、ラブホテルでないと許されへん間接照明の色。なんだか廊下まで不気味だな。うん。ますます意味不明だ。本格的に理解不能だ。とりあえず玄関ホールに行こう。うん。左スティックで廊下を移動できます。B ボタンを押しながら走る、移動するとあなた様を走ることもできます。あなた様を走ることができます。うん。そういえば音声日本語にせんかったっけ？音声聞こえへんけど。なんか、ちょっとだけさっき、みたいな喋った。けど、それ以降はまだ、キャラクターがもっと出てくるまでは喋らんのかな。また、ロボカでは Y ボタンでこのようなマップをご覧いただきます。あー、飛ばしちゃった。おーっと。一人称視点なんや。ねえ。こっち行こう。先にあえてこっちに行く。なんだろう、この赤い扉、気味が悪いな。ねえ。さやの歌の、ねえ、世界みたいな色。特になんもなし。学校規模のラフォー、楽しそう。ねえ。なんかそう、エロ漫画でよくある。ねえ。政府の政策で、なんか、ベストパートナーと子作りしていただくことになりました、みたいな。ね、これ1年 B 組、隣、初めめいちゃんとかおるかな。1年1の B って書いてある。でも開かないな。お、絶望ホテル？やっぱホテルやんなあこの間接照明の、このピンク色の感じ。やっぱそういうコンセプトのホテルやん。めっちゃなんかそう。コントローラーの操作がなんかすげえ酔うな。ちょっとめっちゃ酔う。これ大丈夫？みんなすげえ酔わへん？これ何ですか？絶望ホテル？宿泊施設みたいだけど、それより今は玄関ホールに急がないと。床がマイクラのテクスチャなしのブロック。確かにね。あれ？この先行けず。1の A って書いてある。この教室から今出てきたんだよな。他、調べられるもの。探せ。おお、気味が悪い。緑色。聴覚室。めっちゃ、視点ブレブレじゃない？なんかすげえ酔うんやけど。ちょっと待って。これで、左に垂直で動いて、で右スティックでこの視点こうやるでしょ？これ気になるのに、これ気にならんの？苗木くん。あ、気になるよな。そうやな。よかった。酔い止めの目。俺酔い止めないんよな。酔い止め知らずって感じ。購買部って書いてある。でも開かないな。これも気になるよ。ね、EXIT。兼近、倫太郎ゾーン。僕が再び玄関ホールに戻ると、そこには奥の方も気になるな。絶対なんかあったと思うんやけど。宝箱とかあったんじゃない？赤宝箱。開かない部屋をガチャガチャして遊びたい。ね、何回もガチャガチャってやったら、青に出てくるからね。彼らの姿があった。来た！登場人物紹介。おお、勢揃いで。ここの新入生です。気になるな、いろいろ。ねえ、こいぞキャラが。じゃあ、君たちも。今日、希望ヶ峰学園に入学する予定の新入生だよ。誰が喋ってんだ？これで15人ですか。キリがいいし、これで揃いましたかね。ね、この声誰やと思う？俺一番左のヤンキーやと思うわ。ね、それをやったら面白いから。彼らが希望ヶ峰学園に選ばれた超高校級の生徒たち。その場に揃った顔をゆっくりと見回してみる。一人一人丁寧に説明してほしいな。なんだかオーラのようなものを感じると言ったら言い過ぎだろうか。感じるね。オーラが。真ん中のオレンジのやつ、これ、顎のところにこれ何つけてんの？ねえ、そこ引っ張ったらなんか、顔の中のなんか、ね、脳みそとか全部抜けるんじゃない？はじめまして、なぎまことって言います。いろいろあっていつの間にか寝ちゃってて、それで遅れちゃって。おめえもそうなの、そうなんか。ねえ、髪の毛がびっくりしてる感じするもんな。ちゃんと引いて、それ。うん、お、とするとますます妙ですわね。おー、ですわねっぽい。ですわねっぽいよ。うん。キロネックみたいな髪の毛やな。うん。右だけ世界観違う。ねえ、世界観違うで言うと、それぞれが違う世界線から来てる感じあるな。異常だ。これは間違いなく異常事態宣言発令ですぞ。ねえ、口の中に手やんなよ。ねえ、レジしてる時にさ、この千円札重なってるやつ、こうつばでピッてやってさ、出されるのほんま嫌やねん、あれ。やるやろ、お前、それ。どういうこと?よく状況を把握できていないんだけど。お、ちょっと待ちたまえ。その前にだ。お、いいね、君。ナイリ君、遅刻とはけしからんじゃないか。8時集合と知らされてあったはずだろう。ありがとう、名前覚えていただいて。さっき、そんな、ちゃんと名乗ってないと思うんやけど。尾形めぐみの声で呼ぶ。おかしいよ。美里さん。美里さん。入学初日に遅れるなど、言語道断。学校側に報告の上、厳正なる処罰を。あー、かわいい。いいね、君。あんた何言ってんの、しょうがないじゃん。こんな状況なんだからさ。お、それより改めて自己紹介しない?遅れてきたクラスメイト君のためにもさ。ねえ、知女かもな。ねえ、いきなり初対面の男に見せていい胸の量じゃないやろ、君。ねえ、俺のこと誘惑してるかもな。誘惑ガール。自己紹介だ。女ことやってる場合じゃねえだろ。うん、ごめんな。ねえ、君もいろいろあるよな。ねえ。うん。ですが、問題について話し合う前にお互いの素性は分かっていた方がよろしいでしょう。確かに。特に君も気になるよ。ね、どうやってその縦ロール、なんかね、仕上げてんのかなとか。うん。溺れてる。美里さん。その、浮き輪投げてよ。美里さん、溺れちゃう、美里さん。浮き輪投げてよ。なんで投げないの、美里さん。美里さん。なんてお呼びしたらいいのかわからないままでは話し合いもできないじゃありませんか。お前かわいいな。それもそうだよね。うん。あ、お前かわいいな。じゃあまず最初に自己紹介ってことでいいですか。話し合いはその後ということで。うん。いまいちこの状況が理解できていないけど、とりあえずは自己紹介ってことでいいんだよな。ならこれもちょうどいい機会か。みんなのことは希望が峰学園新入生すれで一通りは調べてあるけど。ねえ、当たり前みたいに言ってるけど、結構お前、キモいことしてるからな。でもまあ気になるよな。急にこんなところに、ねえ、ようわからん一般人のやつ、招待しますせって言われたら、怪しんでいろいろ調べちゃうよな。うん、実際にはどんな人たちなのかそれを確認しておくとしよう。めっちゃ朝忙しそう。ねえ、なんか、メイドとかにやらしてんじゃない?知らんけど。お、まず最初にあの5人から話を聞いてみよう。生徒の皆様に標準を合わせ 丸ボタン、A ボタンで会話が可能でございます。会話はストーリーを進める基本となりますので、お忘れなきよう。オッケー。誰から気になる?みんな、一番最初誰から気になるかな?ねえ。一番やっぱ目を引くのはこの人よな。ねえ。やっぱこの人よな。ねえ、このヒゲのところこれ引っ張ったらね、脳みそ多分全部出ると思うんやけど。お、クワタレオン。超高校級の野球選手。うん。クワタレオンって言えば、あんたか。伸びたね、髪の毛。うん、高校野球大会の優勝チームでエースで4番バッター。プロも注目する超高校級の野球選手だったよな。そんな超一流アスリートが。うん。君なの?オフシーズンなんかな?うん。どうしたん?いや、意外っていうか、超高校級の野球選手っていうからてっきり、丸込くんを想像したとか、丸込くんっていうか、うん。スポーツマン風の高校野球児を想像したのは確かだよ。ああ。前にネットで君の記事と写真を見たけど、そんな感じだったし。俺の野球してる写真見ちゃった。マジであのダサいの見られちゃったの?この、今日本国民全員が野球でめちゃくちゃ盛り上がってるタイミングで、野球してる写真見ちゃった。あのダサいの見られちゃったのって言ってんの、これ。ねえ、こんなタイミングでやるべきじゃなかったかもな。桜井貴弘?あ、これ桜井貴弘か。バンドマンみたいやな。うん。やべえよ、激ヤバだよ。マジかよ。それって超絶的に恥ずいんだけど。うっせえ、大会の決まりっつうから仕方なく坊主にしたけど。もう絶対に髪は切んねえ、色も戻さねえかんな。まあ、色はあの感じじゃなかった。色は今とそんな変わってないんじゃない？つかさ、ぶっちゃけていいっすか？俺って全然野球好きじゃないんだよね。今まで練習したことだって一度もねえし。うわぁ、超高校級天才じゃん。一度も練習しないで優勝チームのエースなんてこの人って本当に天才なのかも。ね。ジーニアス。うん。わかりやすく天才やない？つうわけでこの入学を機に野球はやべっから俺には将来の夢もあるんで、なんやろな、ケーキ屋さんとかかな将来の夢。そうやな、ミュージシャンよな、そのビジュアルやもんな。ミュージシャンに決まってんじゃん、このスター性のあるオーラでわかる人。確かにね、わかるかって言いたいところなんやけど、わかるわ。俺はボーカルだから、あとは演奏するやつと曲作るやついりゃ最強っしょ。おう、ボーカルなんや。夢に向かって突っ走る今の俺ってマジでマキシマムにかっけえっす。ああ、うん。高校野球の頂点に立った人の言葉とは思えない。世の中の野球少年たちには絶対に聞かせられないな。ね、野球やってる人、もしくはやってた人います？視聴者さん。ね、こいつのことぶん殴っていいです。ね、次誰行くか。あんたかわいいね。あんた行こう。私の名前なんて後ですぐに忘れるんでしょ。おお、いいね。おお、深川の風それなんや。ねえ、君が弾丸論破の二次創作界隈を盛り上げていってくれよ。うん、超高校級の文学少女。文学少女っぽい。うん、偏見やけど野球部のエースやったこと後から自慢するタイプ、ね、あんなこと言うんやけどエースでやったことは結局なんだかんだで自慢すんのかな。深川桃子、10歳の時に書いた小説が話題となり、それをきっかけに文壇デビュー。2年前に執筆した「磯の香りの消えぬ間に」はそんな彼女の代表作ともいえる恋愛小説で、ね、恋愛小説で磯の香り、ね、なんか結構ディープなエッチなやつかもな。影響を受けた若い女性の間で漁師が大人気になるなど社会現象を生み出す大ヒットとなった。おう、若くして数々の文学賞を受賞し、高校生でありつつベストセラーを連発する彼女はまさに超高校級の文学少女と呼ぶにふさわしい天才女子高校生作家。でも絶対にこの名前だとしたらね、本当はあんなんが書きたいわけじゃなくて、ね、黒子のバスケ、配球、そういったものが書きたい、そういうことが歌いたい、命に嫌われている、ね、神崎伊織さんかもな。だったよな。でも代表作が恋愛小説っていうから恋多きお姉様タイプの女性を想像してたんだけど、苗木くんも結構ピュアやな。そういうわけでもないんやで。ね、堀江翔太だってさ、あんなすげえピュアピュアでさ、ね、甘酸っぱい感じの歌詞、ね、書いてるんやけど、本人は結構、ね、いろいろありましたから、純粋じゃないこともいろいろありましたから、そういうわけじゃないんですよ、世の中ってね。何よ。あれ、そんな、人の顔じっと見てそんなに見ないでよ。おいおいおい。狙われてんのかな、俺。文学かっこピクシブ。そうね、ピクシブだってあれ全然文学の範疇やから。汚らしいものを見るような目で見ないでよ。ああ、汚らしい、汚らしいなんてそんな。うん、私にはわかるんだからね、あなたの言いたいことくらい。どうせここまでのブスを初めて見たとかそう思って笑ってるんでしょ。おお、いいね、ここまでの人生。10歳の時にそうやってね、ちやほやされ出すとここまでひねくれるよな。うん、中村稲さん。感情の突起が激しする。突起？起伏ではなく。いや、そんなこと。そうに決まってるわ。お、どこを指さしてんだやろ。ね、それが真実なのよ。でなくちゃ私の顔なんて見るに耐えないんだもの。お、こういうやつを肯定していきたいよな。別にいいけどね、慣れっこだから。すごい被害妄想だ。作家としての豊かな想像力が間違った方向に動いた例だな。うん。なるほどね。でもこういうさ、自己肯定感めちゃくちゃ低い女の子の横にさ、めちゃくちゃ自己肯定感高そうなやつおるけど。なんだあんた。僕の名前は西丸清隆だ。お。座右の銘は質実剛健。お。ただい、学業に切磋琢磨して頑張ろうではないか。お。ね、最近よく聞く声ですね。うん。頑張ろう。超高校級の風紀委員っぽいね。石丸清隆って名前、希望が峰学園新入生すれで見た情報によると、超高校級の風紀委員やのに、風紀委員やのにすでに書かれてんの。うん、そう、鳥海さんやね。有名進学校で常にトップの成績を取り続け、そこも火のつけどころのない超優等生だったような。風紀委員としての活動も有名で風紀委員で有名になるのってすげえな。誰よりも規律を重んじる超高校級の風紀委員って呼ばれてるとか。君の名前は苗木誠だったな。ね、こんな感じかな。苗木誠、実にいい名前だ。立派な名前をつけてくれたご両親に感謝したまえよ。お、いい笑顔やな。いいな、名前褒められるの嬉しいわ。そして君もその名前に負けぬよう日々精進したまえよ。嫌になったわ。ね、そういうなんか名前に背負わされてるのを感じさせられるとな。ね、そう。なんかそう思うね、俺も。自分に子供ができた時に、自分の子供にあんまりこの名前を背負わしたくないよなって思うね。あまり意味がありすぎる名前しているとさ、そう子供が育たなかった時に自分のこの自己肯定感が下がる要因になったりするかもしれへんからね。ね、この名前に負けるように、僕名前に負けちゃってるよ、とほほってなっちゃいそうやから、適当な名前つけてやりたいよな。人生には努力を費やすだけの価値がある。そうだろう、そうなのだよ、なのだよとかいう感じのタイプやったんや。ね、なんだかめんどくさそうな人だな。みんな指さすんやな。この深川塔子ちゃんもさっき指さしてたけど。じゃあ次、あんた。山田ひふみ。気になるな。これ、大丈夫かな。内臓絶対悪いところあると思うな。こんな学校に来る前に一回人間ドックとかの方がいいかもな。ね、この、スティックでこの、じわじわこうなぞるように、このお腹のところをこう、ね、エッチな、ここ。エッチな触り方しようから、こう。エッチな。ほら、ひふみちゃん。ねえ、ここ、ほら、どうだい、こう、タプタプするだろう、どうだい。はい。山田ひふみ。すべての始まりにして、終わりになるもの。カツナの方で読んでいただいても、構いませんぞ。なるほどね。オッケー。超高校級の同人作家っぽいな。あんたが同人作家か。ところで、苗木誠殿は、二次元関係にはお強い方ですかな。二次元ひらめいたみたいな感じの、ひらめいたって感じの演出だったけど。そっちの業界では超高校級の同人作家ってことで、僕もそれなりに名が通ってるんですよね、ムフフ。伝説として今も語り草となっているのが、文化祭で1万部の同人誌を完売させたことですな。やるねえ。文化祭で1万人動員。それともよね、これ自分で1万人に販売したじゃなくて1万部を完売やからな。これいくらでもこれごまかそうと思えばごまかせるからね。お金さえあればね。僕の芸術を理解しないバカなクラスメイトたちは文化祭が汚されたなんてざれ事を抜かしてましたが、そのクラスメイトたちには気の毒だけど文化祭で1万部って確かに尋常じゃない数字だな。ね、何を書いたかよな。バカなクラスメイトの言葉は忘れましょう。生前のゴッホしかり評価されない才能もあるのです。いいように言うね。僕はそうした同人に対する先入観を破壊するために日夜戦っている戦士なのです。ね、どういうカテゴリー、どういうジャンルの作品書いたのか気になるな。それだけ言ってほしいな。苗木誠殿も僕の作品を見ればすぐに理解できるはずですよ。お、見せてくれんのかな。ステレオタイプのオタクすぎる。ね、綺麗なキャラ立ちがしてるね。僕の作品に根付く深いテーマにね。どんなテーマなの？なんやろ？近親相関かな？この感じで近親相関って言われたらね、本当にナイフで刺しちゃうかもね。最初の被害者はお前だ、弾丸論破の。最初の被害者はあんただ。バッ。性の向こう側というやつです。おー。苗木誠くん。できれば理解したくないな。苗木誠くんを指さして、性の向こう側ですっていうのちょっと、ね、なんか、僕のことをってなるよな。続いて。お、前園さやかちゃん。可愛いね。前園さやかです。これからよろしくお願いします。さやかちゃん、俺のこと嫌いやろ、お前。なあ、わかるぞ。この子はな、俺のことが嫌いやと思うな。ね、さっきの、ね、深川塔子ちゃんですか？あの子は、深川ちゃんは僕のことが好きです。前園さやかちゃんは俺のことが嫌い。わかる。超高校級のアイドル。アイドルが俺のこと好きなわけないんやから、絶対に。初対面にここまでさらけ出せるんや。確かにな。そういうのもあって、あれやろな。クラスメイトたちとの確執生んでるんやろな。思わず見とれてしまう鮮やかなお辞儀。今まで書いたこともない。2番目に、最初にお辞儀のことを褒めた上で、お辞儀のことをさ、に触れた上で、2番目、匂い。いいね。気色が悪いね、苗木誠くん。前園さやか。希望が峰学園新入生すれで、その名前を見かけたとき、正直僕はかなり驚いた。もうこのエッチな格好してる子でしょねえ、エッチだね。こんなあなた、そんな胸元さらしてね。彼女は国民的アイドルグループでセンターマイクとして活躍するアイドル、超高校級のアイドルとして今やテレビや雑誌でも引っ張りだこの人気者。うん、何やろ、彼女の入学を知って驚いた理由はそれだけじゃない。何やろ、アイドル引退してきたんかな。もっとも向こうはそんなことは覚えてないだろうけど、おお、何かしらつながりがあるっぽい。うん、それにしても見れば見るほど綺麗だな。肌なんてまるでお人形みたいだし、めちゃくちゃ丁寧に凝視してるやん。ねえ、人形じゃありませんよ、生きてますから。え、聞こえた？え、エスパーなんです。いきなりこういうのって大体後々出てくるのにな。一番最初の自己紹介の段階でそんな言って大丈夫？ね、じゃあいい匂いだなとか全部ね、お前俺のことどうせ嫌いやろとか思ってたのもこれバレてる？やばいやばいやばい。で、嫌いじゃありませんよ。もっともそういうことを考える人は嫌いですけど。やばいやばいやばい。冗談です。ただの勘ですよ。おー、言うね。鋭すぎるだろう。なんか、苗木誠くんの口調もなんかオタクっぽく見えてきたな。おい、鋭すぎるだろう。ね、オタクかもな、苗木誠くんも。あれ、もしかして、今度は何？そうだ、やっぱりそうですよね。あ、何かしら覚えてらっしゃいますか？うん。苗木くんって、おい、君たちいつまで長話をしているのだ。自己紹介だけで貴重な一日を終わらせるつもりか。おー、確かにな、ここのパートで結構食っちゃってるかも、時間。ごめんなさい、つい。いいかね。自己紹介とは自己を紹介する場であって、決して雑談を、ほら、そんなテンション高く、ね、話し始めたから勘でももう、後戻りできひんかったやん。ね、石丸くん。ね、付き合いして、ブラ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 ってね、くちゃくちゃってなっちゃった。ね、すってんころりん。はい。ごめんなさい、苗木くん。また後でね、うわ、冷えた。忍者。エスパーではなく忍者。前園さん何かを言いかけてたみたいだけど、でも別にこれで終わりってわけじゃないんだ。彼女も言ってたしな、後でねって。うん、お、新しいメンツ。次にあの5人と話してみるか。うん、誰から行こっかな。お、ここは女子が多いでござりますな。先にじゃあ、ね、男性諸君、あなたから行きましょう。うん。俺は大和田モンドだ。よろしくな。お、大和田リーウェモンドかな。大和田モンド君。超高校級の暴走族。うん。武藤優里みたいな目してるな、これ。ね、遊戯王みたいな目の描き方。大和田モンドって言えば。お、日本最大最強と称される暴走族に2代目総長として君臨する人物。これね、ポイントなんですけど、2代目総長ってことは絶対にどこかしらの話で1代目総長の話が出てきます。それが重要な話として出てくるので、これね、お楽しみに。全国のヤンキー連中から尊敬と威風を集める超高校級の暴走族だったよな。うん。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。おう、意外と、そんなすぐ切れるわけじゃないんやな。この人との関係には特に気をつけておくとしよう。下手なことを言うと夜の海に沈められかねない。ここなんかわからんけど出れなさそうな感じあるけどな。夜の海とか無理なんじゃない？うん。この子、あんまり思ったより深掘りされへんかったな。うん。次誰行くか。君、藤崎千尋。どうも。お、どうも。はじめまして。うん。藤崎千尋です。おう。うん。超高校級のプログラマー。ほうほうほう。なんだか自己紹介ってなんだか照れるね。お、なんだかね。これからよろしくね。うん、はじめまして、こちらこそよろしく。あれなんだか気のせいかな、どこかであったか。おい、いろんなやつと会ってるな。ねえ、プリンセスコネクトリダイブか、これ。いや、今、はじめましてって言ったばかりだけど。ごめんなさい。そっか、ごめんなさい。うん。いや、そんな謝るようなことじゃないから。うん。藤崎千尋、数々の革新的なプログラムを作る超高校級のプログラマーと呼ばれる才能で、それに加えその小動物を思わせる雰囲気も相まって一部には熱狂的なファンも存在するらしいけど。ねえねえ、ごめんなさい。おう。え、どうして謝るの？うん、だってなんだか不機嫌そうだから怒ってるんでしょ。違う、ちょっと考え事してただけだよ。うん。考え事をずっと泣いてるな。ねえ、泣かせる趣味はないんやけどな。苗木誠とクラバトで人権だし、マジ、この相手の防御力を大幅に削る、ねえ、あれ、何やっけ、プリコネにおける元素爆発みたいなんて何やっけ、もう忘れたよ。ねえ、俺もう誠が人権やった時代までしかやってないからさ。ねえ、もうこの前さ、プリコネのキャラクターティア見たら誠一番下におってびっくりしたわ。誠って強いんじゃないんですか。ね、水着誠も普通の誠もね。そうそう、別に不機嫌になったわけじゃないんだって。可愛いね、君。ありがとう。うん。よかった、そうだったんだ。嫌われたのかと思っちゃったよ。ほっとした。うん。一部の熱狂的なファンとやらの気持ちが少しだけ分かった気がした。ねえ、ここまで大体おかしなやつやのに、おかしなところがないってことはもうね、皆さんお察しの通りなんですけど、ね、何かおかしなところ一つありって感じだね。よし、あんただ。こんにちはっす。朝比奈葵っす。よろしくね。うん、地上ですね。うん。超高校級のスイマー。確かにスイマーっぽいね、雰囲気。あれよな、なんか水着を着てる、決して着てるわけじゃないんやけど、スイマーと言われればそうかも。うん。朝比奈葵、小学校、中学校、高校と過去に参加した大会で次々と新記録を塗り替え。今やオリンピック候補生にも選ばれた超高校級のスイマーだったな。ユニオンバースとか。うん。UB。実力、容姿、プロモーション、プロポーションと揃った逸材ってネットでも騒がれてたっけ。ね、プロポーションもね、確かに。そっちの名前ってなんだっけ？ごめん、失念しちゃったよ。忘れちゃったよとかでいいやん。失念。うん、超高校級のスイミーはいるんですかね？ね、みんなを率いて、ね、おっきな魚を倒す超高校級のスイミーおるかな？苗木誠だよ。そうそう、それっぽい名前。マジかな？マジかなってなんや。マジか。ね、そんな苗木誠感あるかな？ビジュアル。それっぽいっていうか、それが正解なんだけど。大丈夫、大丈夫。すぐに覚えるからね。かわいいね、あんた。かわいいね。苗木誠、苗木誠っと。彼女は僕の名前をつぶやきながら自分の手のひらに人差し指で何かを書き始めた。何してるの？あ、これ知らないんすか？人の名前覚えるときは3回手のひらに書くといいって。ね、間違ってるな。聞いたことないけど。あのさ、苗木ってどういう字？そのままだよ。苗って字。わかんないや。後で辞書調べてから書くね。かわいいね。あんた、ねえ、こんなところに来るべき人じゃないよ、あんた。ねえ、あんたの笑顔100点。100点、マジや100点。うん。とりあえず、これからもよろしくってことで、いいね、言い回しも。ね、これからもよろしくじゃないよな。これからもよろしくってことで。かぁ。俺、タトゥー掘るわ、これ。うん。アンバーみたいな香りさを感じる。多分そうやろな。アンバー好きな人間は、この子も好きなんやろな。確かにな。うん、そうだね。とにかく底抜けに元気な性格ってことだけは分かったな。うん。よし。コントローラー大丈夫か？次、あんた。キリギリ。今、武器ピックアップ来てるよな。キリギリ。うん。キリギリ京子ね。いいね。あんた人気キャラやろ。どうせ、わかるぞ。名前を教えてもらってもいいかな。ほら、自分から名乗らんから。僕は苗木誠ってちゃんと自分から名乗らないと。名前はキリギリ京子。かわいい。超高校に、クエスチョン。うん。ずいぶん無口な女の子だな。それにこの子の名前。キリギリ京子なんて名前、希望が峰学園新入生するにはなかったぞ。いいね。超高校級の、ね、謎めいたやつね。うん。草薙京子もおるしね。アモス京子もおるしね。そこら辺も全部います。ゴマ京子もいます。そういえば希望が峰学園の新入生の中には僕以外にも。ネタバレなんですけど、人気キャラです。やっぱりね、どうせそう。素性が明らかにならない新入生がいるんだっけ。それがこの彼女なのか。あのさ、君はどうしてこの学園に一なの？どうしてって。うん。いや、この学園に選ばれたってことは何か超高校級の才能があるってことだよね。それってどんな才能だったりするの？うん。別にいいじゃない。なんで教えなくちゃダメなの？まあ、そうよな。コミュニケーション、下手くそやけど、教える義理もないよな。ショック受けてる。苗木誠くん、ピカーンショック。うん。ピクシブイラスト数5500です。あるね、結構。あるね。キリギリさんが好きなミーハーオタクでごめんなさい。そうだろうね。君たちはどうせ好きだろう、この子のこと。ね。でも俺はこの子の、ね、この手のひらに、手の中に落ちるような、ね、ミーハーオタクじゃないから。うん。いや、ダメってことはないんだけど。言う必要がないなら言わなくていいでしょ。あらら。彼女をネットで検索されないくらいだから僕みたいに運とかで選ばれたのかと思ったけど。何かあるんやろな。まるで鉄仮面だな。何も話してくれないんじゃ知りようもない。ねえ。あれかもな。実は超高校級の寿司だとかかもな。恥ずかしいよな。みんながこのさ、暴走族とかこのスイマーとかさ、ね、風紀委員アイドルとかで来てるのに、一人だけ寿司だで来てたら恥ずかしいもんな。そら隠したくなるよ。わかるわかる。超高校級の寿司だね。うん。君かわいいね。かわいいね。うん。よろしくね。爪長。うん。超高校級のギャル、江ノ島純子。うん。江ノ島純子って確か、この子ね。全国の女子高校生たちの間でカリスマ的存在の超高校級のギャルだったよな。うん。同人作家もいるんだから隠すなよ。そうやぞ。大丈夫。恥ずかしくないよ。超高校級の同人作家。この性を超越するんですぞ。みたいな感じで言ってたんやから。ね、あんなやつの前じゃ誰しも恥ずかしくないもん。ね、大丈夫。寿司だでも安心して言ってほしい。でもなんか雑誌で見たのと。うん。見た目の印象が違う気が。そうかな？ああ、もしかして雑誌のカバーショットのこと言ってんの？はは、あれ当たり前じゃん。あれは雑誌用に持ってるんだって。苗木くん、そんなこともわからんねや。え、俺別にそんな変わらんと思うけどなーって。ね、俺この子を惚れさせることできるかな。ね、あれ持ってたんだ。まあ、確かにあの写真の方が、なんか結構キラキラして見えはするけど、今のその姿も可愛いと思うよ。ね、これですね。持ってるこれドスケベ。これドスケベ苗木誠かな。え、持ってるってそれ、おっぱいのことかいね、だからさ、加工してんだって。画像編集ソフト知ってんでしょ。ペイント .net かもな。 LINE カメラ、ペイント .net 知ってるか。加工、そうなんだ。仕方ないっしょ。ちょっとそんなことくらいで驚かないでよ。軽くへこむんですけどね。え、苗木誠くん普通の常識人ポジションかと思いきやね。え、こいつも普通にデリカシーがない苗木誠、うん、マジマジ今時カバーショットで盛るなんて全然当たり前なんだって。てかそんなんで驚いてたら某歌姫なんてもっとやばいよ。え目とか超でかくして肌とかもうセラミックかよって感じだし。そうなんだ。なんだか夢を壊された気分だな。ね、某歌姫誰のことやろね。うん。お、最後にあの4人と話してみよう。誰を最後にする？最後の4人、強いなビジュアルが。ねえ。最初はあんたから行こうじゃあ。うん。ひげそれちゃんと超高校級占い師か。占い失敗みたいな感じ。うん、葉隠康弘、占い界で超新星と呼ばれ新風を巻き起こす超高級の占い師だったな。占い界ってそんな広くなさそうやけどな。ね、メデューサかもな。そう、目を見たら石にされちゃうかも。ね、俺もずっと、ね、石にされるんじゃないかなって怯えて暮らしてたんやけど、世界はそんなに怯えなくていいってね、言われたからね。正直占い界とやらのことはあんまりピンとこないけど、確かに俺も全然ピンときてない。どれくらい当たるのかちょっとだけ興味あるかも。栗山言ったね。実際どうかした。見えちまったんだべ。リアルに見えちまったって話だ。何が、うん、スカイフィッシュを加えたビッグフットを追いかけるパーマ頭の守護霊。おお、雲をつかむような話や。お前さんの守護霊さなんて冗談だよ。ね、こいつめちゃくちゃつまらんかもな。大丈夫か。今のところコミュニケーション間違えてる感じがするわ。ね、俺と同じ匂い感じるもん。とっぴなことをこう急に言って受けようとする感じね。うん、先生術しか知りません。コメント欄にモナおるやん。ね、水裏の番で占ってあります。ね、モナおるわ。まあ、今度酒でも飲み交わしながらレムリア大陸とレムリア文明について熱く語り合うべ。下手かもな、コミュニケーション。いや、お酒はダメだよ。高校生だし。ね、飲んじゃダメだって言ってるわ。俺は20歳だべ。実際いろいろあって3ダブしてるから。マジか。そんな上やのに、そんなコミュニケーションの取り方か。ね。サンダブっていろいろありすぎだろう。ねえ、ねぎまことくんのお宅の苦笑。おい、サンダブっていろいろありすぎだろう。ねえ、釣り誰行こっかな。あんた行こっか。おお、女性人気キャラ。どうせ。どうせね。うん、超高校級の御曹司。ほうほうほう。専門学校時代のミーソンくんじゃん。コミュニケーションの取り方を間違えてね、馴染めなかったでおなじみ。どうもよろしくね。さすがにここまでやる気のない自己紹介は僕の人生史上でも初めてだ。でもそれも仕方がないのかも。この人は超高校級のみんなの中でも特に別格なんだよな。まあ、御曹司やもんな。超高校級って感じするね。うん。戸上白夜、巨大財閥である戸上一族の御曹司であり、幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれ、帝王学ってよくね、概念として言われるけどさ、存在するの帝王学。ね。概念としてはみんなよく知ってると思うけど、本人もすでにいくつもの会社運営に携わり、個人としても莫大な資産を築き上げているという、うん。20歳が超高校級名乗ってええんかい。確かにな。ね、恥ずかしくないんかな、20歳で。自分で、俺は超高校級なんです。ね、超高校級なんだべ。サンダブしてっけどな。恥ずかしくないんかな。うん。それだけ留年して退学にならないの強すぎだろう。確かにな。ね、占いってでも結構これ人を引きつける力あるし、ね、おじさんとかおばさんほど、ね、占いってのめり込んじゃうから。で、いいんすかね、俺の占いできなくてもいいんだべ。ね、そう言ってずっとこの退学せずに住んでるのかもな。うん、まさに超高校級の御曹司と呼ぶにふさわしい桁外れな高校生。以上、希望が峰学園新入生するからの天才。おお、苗木誠くんね、いいね。以上、希望が峰学園新入生するからの天才。おい、自己紹介は終わったはずだ。いつまでそこにいる。目障りだ、下がれ。おお、キュンキュンってきたわ今。キュン。この僕みたいなのと慣れ合う気はない的なオーラ、これが帝王学ってやつなのか。本当にそうなのかな。ねえ。最後どっち行くか、どっちを最後にするか。ね、最後を、いや、先にあえてこっちやね。大神桜だ。大神桜か。大神桜か。超高校級の格闘家。おお、格闘家なんや。男性の方ですよね。なんて言葉が危うく出かかったか。そんなことを口走った日には僕は一瞬にして肉団子だろう。何せ彼女はアメリカの総合格闘技大会において女性でありつつチャンピオンになった女流武道家。ねえ、これ女流としてちゃんと扱ってくれるのがこの多様性のあれかもな。400戦以上していてまだ無敗の超高校級の格闘家なんだから。うん、それを完璧に記憶してるの怖すぎる。超高校級の記憶力だろう。もう確かにな、ね、物語の都合上なんかもしれへんけどね。しかもその記憶してる内容がインターネットのスレッドの書き込みっていうのがね。ねえ、いいですね、苗木誠くん。うん、そんなに他人という感じがしないかもな。彼女については希望が峰学園新入生すれでこんな風に書かれていた。またか。ん、何回何回そこ見るんや。大神桜、通常王が、あー、ぽいぽいぽい。霊長類人化最強に最も近い女子高生だ。もしこのそれを見ている希望が峰学園の新入生がいたら、先に忠告しておこう。命が惜しければ、決して彼女には近寄らないことだ。このすでにこれを書き込んだやつもノリノリやん。ね。意地でもセーラー服は着るんやね。そこが可愛いところかもな。それは言い過ぎじゃない。本人を目の前にすると、言い過ぎじゃない。本人を目の前にすると、そう思わざるを得ない。おい。お主。横を向きながら。うん、はい。思わず背筋が伸びた。すると彼女はそんな僕の体をベタベタと触り始め、そんな、始まっちゃう、そんな。ねえ、超高校級のものが出ちゃうよ、そんな。何を。なるほど。筋力の質、量ともにごくごく普通の一般的な高校レベルといったところか。うん、ふむ、残念だったな。その程度では我の訓練相手は務まらぬ。残念だったって、ね。もはや主人公がスレ主やろ。確かに。ね、苗木誠改め、これ最終章で一致に名前が変わるかもな。いや、むしろありがたいんですけど。最後、ね、色白黒髪縦ロールセレスパズル&ドラゴンズ。お初にお目にかかりますわね。セレスティア・ルーデンベルクです。おセレスティア・ルーデンベルクか。超高校級のギャンブラーをかけ狂いましょう。セレスティア・ルーデンって何がうん。私の名前ですわよ。セレスと呼んでくださって結構ですわ。おかわいい。ね、この指と指をこの目の前のところでこうね、箸みたいにして、セレスブリッジですわ。日本人ですよね。それが何か冷たい目。それだけは言っちゃダメなやつかもな、苗木誠くん。結構さっきからデリカシーないかも。うん。性の向こう側、確かに。さっきの、あいつ連れてこい。ねえ、山田ひふみ連れてこい。うん、できれば本名も。嫌ですわ。私の本名はセレスティア・ルーデンベルクですわよ。おお、最高。これ、何指これ小指のところだけこれなんか、ねえ、なんか、銃弾みたいな突き刺さってない。丁寧な言葉遣いとは裏腹に力強い口調。これ以上聞くなってことか。希望が峰学園新入生すれて見かけた噂通りの人物みたいだな。おお。何回来るかそうだすね、これ。この CG 何回も見たわ。うん。無自覚飲んでりないりくん。ねえ、普通の人のふりしてて、かなり飲んでりかもな。自称セレスティア・ルーデンベルク、負け知らずの超高校級のギャンブラーで、ゴスロリ服を愛するということ以外の素性が全て嘘のベールに包まれている謎の女子高校生。ギャンブルしていいの女子高校生って。参加者全員の全財産を奪い合うという究極の裏ギャンブル、キング・オブ・ライヤーで優勝し、他の参加者の財産を奪い取り、人生を破滅させたなんて恐ろしい噂を持つ、高校生ギャンブラーらしい。うん。今後ともよろしくお願いしますわ。しますね。うん。いいね。かわいいね。奥行きがありそう。ね。あんたという名の絵のレイヤー、奥行きがあるね。この逆に怖い笑顔、なんだか一筋縄じゃいかなさそうな人だ。うん。これで全員、長かったね。ここまで。ね。これで一通り自己紹介は終わったか。それにしても超高校級なんて呼ばれるだけあってみんな個性的というかなんというか。おい、そろそろ本題に入るぞ。お、戸上白夜、御曹司ね。仲良く初めましてばかりやっている場合でもないんだ。あ、そういえばさっき言ってたよね。この状況がどうとか、問題がどうとか、それってどういう意味なの？ですね。おう、なんかもうみんなの間ではなんかすでに情報共有なされてる感じですか？内陸君言ってましたよね。いろいろあって寝ちゃってたって。うん。これって私たちも一緒なんです。ほうほうほう。え、一緒って。私たち、僕たち一緒だね、一緒。運命かな。この玄関ホールに入った直後にいきなり気を失っちまってさ、うん、そんで気づいたら校内で寝てたっつうわけ。お前もそうなんだろう、うん、でもそれって変だよ。ここにいる全員が揃って気を失うなんて。そうやな、確かに。おお、急に声量がねえ、目のところなんかメタモンみたいになってない？なんか目のところすごいな、ふわふわな目。だから困ってんだろうが。異常なのは気を失った件だけではないぞ。諸君らも教室や廊下の窓を見たであろう。ね、あれなんか、ガチガチに固められてたやつね。ランク2エクシーズかと思ったもんな。うん、至る所に鉄板が打ち付けられていた。あれは一体何なのだという、何だというのだ。うん、ありえなくね。それに、私の荷物どこ行っちゃったの？携帯も行方不明だし。そういえば PDA がどこにもないよ。PDA？PDA ね。PDA ね。うん、それに、妙なのはこの玄関ホールもだ。うん、奥の入り口が妙な鉄の塊で、見事に塞がれてしまっているじゃないか。そんな直立のまま汗かいて、器用や。僕が入ってきた時にはあんなものなんてなかったぞ。おお。なぜだ、一体なぜなのだ。うん、もしかして犯罪チックなことに巻き込まれたんじゃ。誘拐とか、なんか意外とあんたそんな冷や汗かくタイプのコーナーやな。ねえ、うん。俺らみんなして希望が峰学園から連れ去られたなんてオチ？うん。まあまあ。そうしてたつらしてんだって。もう、あんた最年長っぽいんやから引っ張ってくれよ。ねえ、20歳やろ？どうせ学園が企画したオリエンテーションかなんかだべ？だべ。つうわけで俺はちょっくら一休みすんべ。おい、自覚がないな。自覚が足りてない。最年長の。うん、すみません、オチです。楽しんでください。あざした。なんか、俺もそう、どれぐらい配信しようかな。今日全然考えてないんやけど。うん。また、ね、そろそろしんどいから終わるかってなったら終わります。そっか、うん、みんなを驚かせるためのとっきりイベントだね。なんだそりゃ。何よ、そういうことなのなら俺も昼寝させてもらっちゃうよ。かわいいな君、こわもてやのに結構ね、うん、オーガなら鉄砲も剥がせるやろ。確かにね、オーガミさくらちゃんね、うん、俺も昨日夜更かししたんでデビルスイマがでプラチナムカツくんみたいなね、物語シリーズみたいなと一度の緊張が緩めかけたその時だった。突然それは始まった。なんだねなんだね。お、こういうタイプの音程のチャイムか。キーンコーンじゃないんやな。キーンコーンのタイプね。お、知ってるぞあんた。うん、お、信代ね、大山信代はアルカノイドがうまいでおなじみね。大丈夫、聞こえてるよね。うん、ではお、それは間違いなほど能天気で明るい声、うん、それゆえに僕はその声に強烈な不快感を抱いた。例えば事故現場で鳴り響く笑い声のように思わず眉をしかめたくなるような不快感。おい声優さん、レジェンド声優さんにそんなことを言うな。新入生の皆さん、今から入学式を執り行いたいと思いますので、お市中体育館までお集まりください。はい。ということでよろしく。うん。嫌そうな顔。ね、不快感の顔かもな。何なの今の。じゃあな、俺は先に行くぞ。戸上白夜、あんたは柔軟性のある男や。なんでいきなり行っちゃうの。もしかすると入学式、なるほどそういうことね。これは入学式って催し物の一部だったってか。笑えんべ、こいつは笑えんべ。実際リアルに笑えんべ。ねえ、そうね。はがくれくん。じゃあ俺も行くとすっか。お次はどんな趣向のイベントかなと。せっかく一眠りしようと思ってたっつうのに空気読むよなマジで。あー待って、一緒に行く。おお、みんな続々と行くね。では私も先に失礼しますわ。ここで誰が残るか、どのメンバーが残るかっていうのこれ大事ですね。誰も気にしていないでしょうけど、私も行くわよ。行っちゃうわよ。ぞろぞろと体育館に向かう面々を横目に僕はその場を動けずにいた。頭に浮かんだ嫌な予感がどうしても頭から離れなかったせいだ。だけど、そんな考えなのは僕だけでもなかったようで、嫌な予感、何か心当たりがあるのかな。本当に大丈夫なんですかね。まあ、っていうかまあ、単純にあるよな。普通にこれ、新入生管理へのオリエンテーションなのかな、違うでしょうという気持ちね。やばいよ。今の校内放送にしたって、妙に怪しかったしね。でもここに残っていたとしても、危険から逃げられるわけじゃない。それにあなたたちだって気になるでしょう。今自分たちの身に何が起きているのか。なるほど。先に進まる限りは何もわからぬままということか。ならば行くしかあるまい。おお、こういうのが逆に帝王学かもな。ねえ、こういういわゆる経営者、人の上に立つという意味じゃなくて、本当のね、新世界の帝王、ね、それこそがこういうスタンスなのかもな。確かにそうだよな、うん、ちょっといやかなり不安だけど行くしかないか。体育館だったよな、うん、セーブデータを保存しますか。まだここで終わらんよ。まだ終わんないね。ね、セーブ、セーバー、セーベスト。ここ。え？ん？ああ。あ、これ残ったメンツか。びっくりした。自己紹介のところに今戻されたんかと思った。びっくりした。うん、これが残ったメンツね。あんたどう思う？同人誌オタク。うん。大丈夫なのですか？大丈夫なのですよね。ああねえ、さくらちゃん。おお、かっこいい。ウインクもしてる。まつげ長。まつげ長いね。なんかまつエクとかしてんの。うん。はい。キリギリ強行。うん。不安なのはわかるけど、確かめないわけにはいかないんじゃない？いや、なんか、この子、人気キャラにしてやろうという魂胆が見えるな。うん、かわいいね。うん。この子、怪しいよな。うん、お、純子ちゃんもいました。そうか、どういうつもりだ。うん、お、こっちか。こっちはほら、あ、ここも調べれたりとかすんのかな。あ、調べれる。レターボックスが置いてあるってよそ見してても仕方がないな。なんか調べれるところないのかな。でもこれだけ調べれるんやな。うん、あ、監視カメラ。監視カメラに銃みたいなものがついている。まさか本物ってことはないよな。うん。はい、これ。何なんだこの鉄の塊。まるで軍事施設みたいな扉。うん。うん、ここってさっき入ってきた玄関ホールだよな。こんな扉じゃなかったと思うけど。うん。いろいろ見れるところがある。うん。お、トロフィー。意外とちゃんと受賞したりなんだり、なんだらかんだら。さっきのこれやたらモニターがちっちゃいテレビですね。テレビがある。政府公認の、ああ、これね。はいはいはい。うんうんうん。純子ちゃん。やばいよ。なんなの今の校内放送、どう考えても普通じゃないって。なんなのだ一体、誰かの悪ふざけか。うん、変な口角の上がり方してるね。やっぱ人って混乱するとこうなるんやな。で、真ん中に陣取るは埋蔵のさやか。メインヒロインの風格。なんだかおかしなことになってきましたね。うん。これで全員？あ、これも一応調べた方がいいのかな。はいはいはい。これって全員調べたっけ？ EXIT。外に出ますか？これでまあ外に出ていいのかな？うん。はい。マップが、体育館に行くって言ってたよな。体育館が、これって。え、そんな、これそれぞれでメッセージ違うかな。超高校級のトイレ。とにかく今は体育館に住む。何が起きているのか確かめないと。いや、ねえ、シーシーしたい可能性だってあるでしょ。ねえ、人間なのだから。え、気になるな。ああ、そうか。今のところは調べられないんかな。うん。はいはいはい。オッケー。とりあえず、体育館に急いでくださいってね。ここね。オッケーオッケー。うん。シーシー佐々木咲也よー。おいおい。うん。それにしてもよ、希望ヶ峰学園がこんな新築セーブが場所だったとはな。だとはな。ね、希望も減ったくれもない。ね。どっちか通道、俺のいた、鑑別所捕まってた時の話みたいだ。それよりひでえかもな。それにどうして誰もいないんですかね。今だって校内を歩いてても誰とも会わなかったし。なんだかさ、マジでやばいんじゃない？僕らを驚かせようとしてるだけだろう。あの鉄板だって後で外してくれるに違いない。いいね、こういうみんなを率いていく感じのさ、立場のキャラクターが混乱してるね、動揺してる感じのね、いいですね。どちらにせよ腹をくくる方があるまい。虎穴にいらずんば虎地を得ずだ。風格が違うね。風紀委員とはわけが違うもんな。400戦無敗の格闘家ですから。別にビビってるわけじゃねえんだ。言ってやろうじゃねえか。ほら、俺様を呼び出したのやがったのはどこのドイツだ。こういうやつが一番最初に被害者になるよ。うん、ミステリーなら真っ先に殺されるタイプの風紀委員。今別のキャラクターの名前あげちゃったやん。今のヤンキーかもって。おい、大和田君、校内を走ってはいけないぞ。やっぱこの2人かもな。この2人が、ちょっと怪しいよな。被害者になりそうな感じ。では、我も行くとしよう。待って、一人にしないで。うん、はい、チュートリアルでございます。なんなんや。これあれかもな。この、お笑いライブのでさ、若手芸人を今、数々見ていただきましたけどつって中 MC として出てきた。これチュートリアルかもな。はい、チュートリアルでございます、ね、チュートリアルでございます。これは何、わざとチュートリアルでございます。これはどうですかこれ皆さん。これね、ございますね。うん、部屋の中では Y ボタンで周囲を観察することが可能でございます。観察によって調査対象を簡単に発見できます。ご連絡が遅れまして申し訳ない。いやそんなうん、ああ、なるほどね。これで何を調べれるか見れるってことね。うん、これモニターね。うん、この学園随分テレビが多いな。さっきの変な校内放送のためじゃないよな。うん、普通に5色。アリアしとりかい。変なね、意味のわからんアリアしとりしちゃったか。はい。前園さやかちゃん。他の生徒さんたちはどこに行ったんですかね。どうして私たちしかいないんですかね。キリキリ強行。うん。無言。彼女はなんだか一人だけ冷静のようだ。うん。さくらちゃんも冷静やったけどな。あれはあれかもな。なんか動揺してはいるものの自分の心を落ち着けるために平静を装ってる感じなのかもな。うん。はい。これはショーウィンドウかな。トロフィーやら盾やらが飾られている。この学園に集まってくる生徒は超高校級の人ばかりだし、これはほんの一部なんだろうな。うん。やばいよ。なんだかやばげな雰囲気なんですけど。うん。さて、体育館へ行きましょう。うん。さやかちゃんが黒幕説をしていきたい。いや、ネタバレするとこれ僕です。ごめんなさい。黒幕僕です。ね。僕がゲームマスターです。ゲームをプレイしているので。うん、ここ爆笑レッドカーペット取れるやん。ねえ。そう、どれに関してね、満点大笑いが出た時のトロフィーのことなのか、レッドカーペットがあるからなのか、ね、チュートリアルという話題が出たからなのかわからんけど。爆笑レッドカーペットね。不安と恐怖を抱えながら校内放送で指定された体育館へとやってきた。ここで僕らを待ち受けていたのは、誰やろな、誰やと思う。誰やったら一番びっくりするかな。軽部真一かな。目覚ましテレビアナウンサー、軽部真一。軽部真一以外、入学式みたいだね。どっからどう見ても。ああ、なるほどね。ほら、俺の言った通りだべ。実際のとこ、普通の入学式じゃねえか。と、葉隠君が言った直後だった。僕らが普通じゃない光景を目の当たりにすることとなるのは、なんだ？全員集まった？お。それじゃあそろそろ始めようか。ああ、慣れ慣れしいな。来た、映像だ。うん。みんな等間隔に立って偉いよ。お。知ってるぞあんた。モノクマね。え、ぬいぐるみ。あ、喋ってる。ごめんね。僕はモノクマだよ。君たちのこの学園の学園長なのだ。学園長が全裸じゃまずいだろう。学園長はその学校のイメージとかを左右するね。これパンフレットとかにも載るもんやと思うんやけど、全裸じゃまずいだろう。ここまで何かに視線を奪われたのは生まれて初めてだったかもしれない。そんなことないやろ。グラビアアイドルとかも目を奪われたやろ、視線をね。だけどその対象があんなわけのわからない物体だなんて。物体、生物でいいんじゃない？うん、あくまでぬいぐるみ扱いないな。うん。それは場違いなほど明るい声。それは場違いなほど能天気な振る舞い。BGM もちょっと怖いな。僕の抱いていた不快感はいつの間にか底知れぬ恐怖へと変わっていた。うん。ちょっとお茶飲みます。うん。いいリアクションするね、君。髪をこう、ピンと張ってね。ぬいぐるみが喋った。落ち着くんだ。ぬいぐるみの中にスピーカーが仕込んであるだけだろう。だからさ、ぬいぐるみじゃなくて学園長なのだ。おお、モノクマなんですけど、しかも学園長なんですけど、ロリじゃないですけど、ね、アメちゃん。落ち着けってんだろう。ラジコンかなんかだ。ラジコン、なかなか最近聞かんけどな、ラジコンなんて。うん。こんな状況に対面したらもう全て通り越して笑い転げる自信ある。ねえ、俺 TikTok 撮るかもな。人生で TikTok 撮ったことないんやけど、ね、気が狂って、ね、ベンセムランタイみたいな、あれ撮るかも。うん、ラジコンなんて子供のおもちゃと一緒にしないで、深く、マリアナ海溝より深く傷つくよ。一言ちょっとやかましさがあるけど。僕には NASA も真っ青の遠隔操作システムが搭載されてて。で、夢をデストロイするような発言をさせないでほしいクマ。おお、ノリツッコミまでできる。クマ、ベタですわね。ベタかな、うん。じゃあ、進行もしてるんで、さっさと始めちゃうなりよ。なりよ。そんな口調、なんか、ブレブレじゃない？そうやな。よく言った。よかった。江ノ島純子、お前信用できる。お前信用できるわ。ご静粛にご静粛に。ではでは。諦めたな。腕を組んで筋肉隆々。諦めたな。おはようございます。おはようございます。名取さなです。お。おはよう。何よ。言わなくていいわよ。ではこれより記念すべき入学式を執り行いたいと思います。一般男性、ね、ここで出したら、終わるなり。まず最初にこれから始まるお前らの学園生活について一言。お、なんやろこれ。なんか、お前ら返事してよみたいな。ね、返事ちっちゃいみたいな。やればできんじゃねえかみたいな。この近畿大学のキングコング西野みたいな感じのあれが行われるかもな。お前らのような才能あふれる高校生は世界の希望に他なりません。そんな素晴らしい希望を保護するためお前らには、この学園内だけで共同生活を送ってもらいます。あらあら、エッチ。みんな仲良く秩序を守って暮らすようにね。は。そしてですね、その共同生活の期限についてなんですが、そうやな、気になるね。うわぁ、期限はありません。結婚やね、ほぼ。ほぼ結婚。つまり一生ここで暮らしていくのです。それがお前らに課せられた学園生活なのです。いいね。それもまた、こういう人生があってもいいんじゃないか。ね。それもまた一つの人生の形。なんて言ったの？一生ここで？あ、心配しなくても大丈夫だよ。予算は豊富だからお前らに不自由はさせないし。あ、ね、こんな見た目でも結構ね、お金は持っていますよと。てれてれ。かなりガキ使う感じだ。お前らにはここで一生学生として過ごしてもらう、ね、そういう感じかもな。期限はないってことはいつでも出れるってことですか、ね、言葉のあやかもね、そういうカップルを作る企画ってことかな、ね、この相乗りかもなこれ、ね、新メンバー発見、ね、つうか何言ってんの、ここで一生暮らすとか嘘でしょ。僕は嘘つきじゃない。その自信が僕にはある、ね、自信があるらしいですよ。俺はそんな自信があるとまでは言われへんな。こいつのこと信用してもいいかも。あ、ついでに言っておくけど、外の世界では完全にシャットアウトされてますから。だから、汚れた外の世界の心配なんてもう必要ないからね。だから感染症がいくら流行ろうがマスクもしなくていいからねと。相乗り今の子分からんやろ、ね。俺らも世代ギリ怪しいけどな。でも、相乗りってこの前やってなかった普通に。なんか、アマゾンプライムだか、ネットフリックスだか、テレビだか知らんけど、相乗り普通にやってた気するけどな、何年か前。シャットアウトって。いや、じゃあ、教室や廊下にあった、あの鉄板は、これね、熊川みそぎみたいな。僕たちを閉じ込めるための。そうなんだ。だから、いくら叫んだところで助けなんて来ないんだよ。そういうわけで、お前らは思う存分、この学園内だけで生活してください。なんだよこれ。希望が峰学園が用意したにしてはいくらなんでも悪ふざけが過ぎるんじゃ。ね、いまだにこの悪ふざけということにしておきたいよな。顔を青ざめながらもね。PS4 と有線LANとクレカがあったら永住考えてもいい。ね、ここで動画投稿、動画配信できるのであれば。でもお金を使う手段がっていうか、お金を使う目的がさ、ね、ゲームとかの課金しかないっていうのはちょっと嫌かもな。ね、旅行行きたいもんね、やっぱり。人生なんで生きるか。これ旅行するためやからね。大概にしろよ、こら。それ以上は冗談じゃ済まさないぞ。さっきから嘘だの冗談だの疑い深いんだから。確かにな。俺も思ってきたところかもな。ね、君らちょっと疑いすぎ。俺はもうモノクマのこと完全に信用してるから。しょうがないな。でもそれはもうしょうがないな。隣人を疑わなきゃ生き抜けないご時世だもんね。なんかこちらに対してちょっと歩み寄ってくれてる。風太を貫突し放題じゃん。し放題。し放題って言われるとちょっとあれやな。なんか、ひりつく中でキャラクターを突進められるかどうか。ね、そういうのがやっぱゲームの面白さやからな。そうすればすぐにわかるから僕の言葉が純度 100% の真実だってことがさ。そんな。困りますわ。こんな学校でずっと暮らすなんて。お前らもおかしな人たちだね。だってお前らは自ら望んでこの希望が峰学園にやってきたんでしょう。はめられてるね。はめられてるよ。はめられました。超高級の幸運なんですか？いっちゃおう、ぴゅー。ガタン。閉じ込めました。くそー。苗木誠くん、これね。さっき調べたトイレに行ってこれ号泣やろな。超高校級の幸運なんて囃し立てられたからさ、今まで何もいいところなかったのに幸運なんて言われちゃったからさ。ね、高級。それなのに入学式の途中でもう帰りたいとか言い出すなんてさ。まあだけど、ぶっちゃけた話ないわけじゃないよ。ここから出られる方法。言ってくれ言ってくれ。なんだなんだなんだ。これあれじゃない？セックスをしたらってやつかなこれ。やばい。トウコちゃん、トウコちゃん、俺じゃダメか。最悪。最悪なこと言っちゃった。学園長である僕は学園から出たい人のためにある特別ルールを設けたのです。それが、卒業、やっぱそうなんじゃない？やっぱそうなんじゃない？やっぱやっぱ卒業、そういうこと？弾丸論破お前。やっぱそういうことやんけ。うん。不可はならギリしてくれそう。もう仕方ないわね。って言って嫌な顔しながらね、最初はだんだん嫌な顔じゃなくなってくると思うな深川は。ではこの特別ルールについて説明していきましょう。お前らには学園内での秩序を守った共同生活が義務付けられたわけですが、もしその秩序を破った者が現れた場合、その人物だけは学園から出ていくことになるのです。ほう、それが卒業のルールなのです。出ていく、出れるじゃなくてね。なんだその秩序を破るとは何を意味するんだ？なんだ？人が人を殺すことだよ。おうおう。純子ちゃんはガードが硬い。どうね。これギャルの解釈。ああいうタイプ、江ノ島純子ちゃん、あのタイプのこれギャルの解釈ね。ガードが硬いか、ガードがすげえ緩いか。うん。説明のノリが、ね、ウィーパーティーのね。ねこんな感じの声で説明してくれる Wii パーティーのね。殺すごめんね。びっくりシーンなんやけど、Wii パーティーの話しててごめんな。なんだこれ何トンチンカンの縁殴る、何殺これ殴る殺はなんて呼ぶの撲殺、主殺、撲殺、斬殺、小殺。これあれか。攻守、斬首、銃殺、仮面で、歴史、電気、火破り、石打ち。川の禰豆子なんとかなんとか好きなのを選んでね。はいはーいなやつやな。王殺ありがとうございます。殺し方は問いません。確かに王だの王か。誰かを殺した生徒だけがここから出られる、それだけの簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるようせいぜい努力してください。ゾワリとした誰かを殺した生徒だけがここから出られる、その言葉を聞いた途端猛烈な寒気が足元から背中を通り、頭のてっぺんまで一気に駆け上がっていった。Wiiパーティーのリモコン隠し好きだった。懐かしいし、そうやったわ。ねえ、ここは禁止な。これ押し入れの中禁止で、今、目につくところでやろうなって言ってね。やってた、懐かしい。あれ、そう考えるとめっちゃおもろいな。リモコン隠しってすげえな。あれ思いついた時めっちゃテンション上がったやろな、任天堂も。幸福委員会の方、はいはーい、ね、幸福委員会の方です。さっきも言った通り、お前らはいわば世界の希望なわけだけど、そんな希望同士が殺し合う絶望的シチュエーションなんて、ドキドキする性癖に付き合わされてますね。Wii のシステムを最大限利用してていい。確かにな、あれすげえいいゲームやな。何言ってんだっつうの、殺し合うって何なんだよ。殺し合いは殺し合いだよ、辞書ならそこらに。うわぁ。俺もこれ言いたいな。殺し合いってなんだよって言われた時に、殺し合いは殺し合いだよ、ね、やべえやつのふりしたい、ね、辞書で調べてごらんと。意味なら知ってるって、そうじゃなくってどうして私たちが殺し合わなきゃいけないの、おお叫ぶ山田一二三叫ぶ。そうだそうだ、ふざけたことばっかり言うな、さっさと家に返せ。わかる？おっ、様子がおかしいよ。本当イライラって言うんや、ね、本当に物分かりの悪い連中だよ。何か返してだ、同じことを何度も。いいかい、これからは、この学園がお前らの家であり世界なんだよ。やりたい放題やらしてやるから、やってやりまくっちゃいっつーの。おお、言うねえモノクマ。これ口どうなってるのんやろうな。ねえ、歯並び、これすげえご飯食べるとき、ねえ、しんどいだろうね。なんでこんな、このビジュアルの方が、ちょっとヤバさを演出できるかなと思ってこのビジュアルにしてみたものの、ね、ご飯を食べるときのこと一切考えてませんでした。これ、モノクマ一生分の後悔ね、したでしょうね。おいおい、いつまで続ける気だって。もう十分びっくりしたからよ。そろそろネタばらしにすんべ。はがくれ安弘、あんたってやつは。ネタばらし？いや、だからドッキリなんだろ、実際。もういい、手身を取り切ろう。ね、暴走族の方がまともやって思わされる。ね。はがくれ君を押しのけつつ最前列に立った大和田君はまるで地響きのような声でモノクマに凄んだ。おいこら今更謝ってもせえぞ。てめえの悪ふざけは度が過ぎた。どうしたの？悪ふざけ、それって君の髪型のこと？確かにな。高速で言うと違反よりやろうな。ああ、雄たけびとともにどんと何かが爆発したような音が響いた。大和田君が足元に浮かぶ蹴り上げた音だった。おお、跳躍した彼の体は弾丸のように一直線に突き進んだ。獲物へと向かって一直線に。おお、モノクマ質感こんな感じなんや。結構思ったよりツルツルしてるな。東方丈介、東方丈介の髪型やな。おお、ね、結構これバイオレンスなミックミックにしてやんよね。バッキバキにひねりつぶしてやんよ。学園長じゃなくても校則違反かな、暴力で言うと。おお、え、何の音？やばい。M なんとか西洋に帰らないと。今さらしかとか妙な機械音出してねえで、なんとか言いやがれ。危ない、投げて。いいから早く。彼女の言葉に気をされたのか、大和田君は言われるままにモノクマを放り投げた。と次の瞬間、おお、なんだよ、シャレになってねえぞ。爆発しやがった。痛みを伴う激しい耳鳴り、むせ返る、火薬の匂い。爆発なんて映画やテレビじゃ当たり前かもしれない。だけど生で本物を見たのはもちろんこれが初めてだった。爆発したってことはあのぬいぐるみも壊れて、ぬいぐるみじゃなくてモノクマ。うわ、無限ワンアップしてたわ。ねえ、ゴール直前のこのフラッグの前のこの階段みたいに積まれたところでこのノコノコを踏んでね、無限ワンアップ。さっきのマジに俺を殺そうとしやがったな。もちろん、当たり前じゃん。マジに殺そうとしたんだもん。高速違反するのがいけないんでしょ。ねえ、こっちも爪をむき出してね。今のは特別に警告だけで許すけど、今後は気をつけてよね。高速違反をするような悪い子はお尻ペンペンレベルの体罰じゃ済まさないから。ねえ、この手でお尻ペンペンしたらペンペンじゃなくてザシュザシュになりそうやけど。やばいよ。ひょっとしてあんたみたいなのって他にもたくさんいたりするの？モノクマは学園内の至る所に配置されております。きゅうりめっちゃ丁寧に敬語でねえ、なんでギャルに対しては敬語なんや。ね、ギャルに対してはタメ語で行けよ。さらに学園内には監視カメラも配備されております。そして校則を破るものを発見した場合は今みたいにグレートな体罰を発動しちゃうからね。次からは外さないから、そうならないように気をつけてね。あらあらあらなんか今のね、絶望っていうかはショックって感じのガーンやったな。チュートリアルが乗り移ってたな、今。急に敬語になられて。むちゃくちゃだよ。お、最後に入学祝いとしてお前らにこれを渡しておきましょう。この学園の生徒手帳です。かっこいいでしょう。電子化された生徒手帳。その名もなんと、電子生徒手帳です。おー。ここに気を取り直して、これどういう空気感なんや、今。ねえ、ぐっちゃぐちゃ、この、ねえ。電子生徒手帳を学園生活に欠かすことのできない必需品だから絶対になくさないようにね。大丈夫かな、俺物なくしてばっかりやからな。ねえ、誰が一番なくしそ僕ね、純子ちゃんだと思います。純子ちゃんはなくすよ、多分。それと起動時に自分の本名が表示されるから、ちゃんと確認しておいてね。やばい。ってことはさっきのセレスちゃんね、本名は出るんやな。俺も出るかな。ミーソンでやってるんやけど。単なる手帳以外の使い道もあるんでね。お、なんやろ。メルカリとかかな。セラフィムコード言ったらセラフ出てくる。ねえ、あれね。ヘブン・バーンズ・レッドね。ヘブン・バーンズ・レッドねということしか今できなかったわ。そう、なんか、それぞれのキャラクターとかね、あった、めちゃくちゃかっこよ、気分の乗る、ね、合言葉を言ったら、ね、セラフっていうのが出てくるでおなじみ、ね、ヘブン・バーンズ・レッドですけど。ちなみにその電子生徒手帳は完全防水で水に沈めても壊れない優れもの。耐久性も抜群で10トンくらいの重さなら平気だよ。詳しい校則もここに書いてあるんで各自じっくり読んでおくように。大丈夫かなこの、ね、さっきの何やっけ、さくらちゃん。ね、さくらちゃん10トン以上あるかもな。ね、10トンって言ったら1万キロですか ?1 万キロは優に超えるかもな。何度も言うけど校則違反は許さないからね。ルールは人を縛りもするけど守りもするんだ。社会でも法律がないと平和は成立しないでしょう。それと一緒だから違反者は厳しく罰する必要があるのです。ではでは入学式はこれで終了となります。つまらんじじいのしょうもない話聞かせてくれよ。入学式の醍醐味やろ。来賓の方々の紹介ですねつって、あっちの方この、ね、左手の方をこう手でパッてやってみんな軽くお辞儀するあれもやってくれよね。一同礼やってくれよ。豊かで陰惨な陰惨学園生活をどうぞ楽しんでください。それじゃあまたね。そしてモノクマは去っていった。呆然とする僕らだけを残して。君たちは今の一体どういうものであると定義する。なんだよ、どうも何も全然意味わかんねえよ。ここで一生暮らす殺すなんなのよ。落ち着いて。おおキリギリ京子だけは様子が違う。なんかあれかな、ガンツみたいな感じでさ、ね、2周目なんかもな、ね、1回クリアして出たんやけど、もう1回こっちに来たみたいなね。みんな落ち着いて。とりあえず今の話をもう一度まとめてみましょう。あのモノクマとやらの発言によると、私たちには2つの選択肢が与えられたことになる。1つはみんなと共にこの学園内で期限のない共同生活を送るか。もう1つは、生きて出るために仲間の誰かを殺すでしたわね。殺すなんてそんな。いきなり拉致られて学校らしい場所に閉じ込められて、そんでいきなり殺し合いってこれ何なんですか、ね、今このね15人ぐらいおるけど、その中の何人かは山田一二三かもなーって思ってるんじゃない、ね、こんな様子のやつがおったら、嘘だそんなバカげた話嘘に決まってるじゃないか本当か嘘かが問題なのではない。問題となるのはつまりこの中にその話を本気にするやつがいるかどうかだ。確かに殺したからっつって出れる、確定で出れますとはね限らんよな。その言葉に僕らは再び押し黙ったまま互いの顔を見回していた。おお、いい感じの距離感ね。山田一二三マジで体型どうなってるんやこれね。さっきのモノクマ爆発したけど、次に爆発するのはこいつなんじゃないかね。爆発体型や。互いの胸の内を探ろうとする視線からはうっすらとした敵意まで感じ取れた。そしてそこで僕はモノクマが提示したルールの本当の恐ろしさを知ったんだ。誰かを殺した生徒だけがここから出られる。その言葉は僕らの思考の奥深くに恐ろしい考えを植え付けていた。誰かが裏切るのではという疑心暗鬼を。おー、いいねこれ。いいのは単純にさ、誰かを殺した場合のみ外に出られますっていうだけじゃなくて、別に殺さんくても一応ここで外には出られないものの何不自由ない生活を一生ここで送ることはできますってことやもんな。別にそれで全員が納得したらそれで誰も死なずに済むっていうのはやっぱいいね、味があるわ。でも期待に胸を膨らませてやってきたこの学園は希望の学園なんかじゃなかった。皆さんここパンチラインですよ、パンチライン、パンチラインですよ。ここは絶望の学園だったんだ。はっ、苗木誠ね、ここに極まれり、内島ことねえかあ、ようこそ絶望学園。生き残りメンバー15人というわけで、なんかキリがいいっぽいので、あ、to be continued to be continued らしいので、配信はここら辺で終わりますというわけで、一応この映像だけ見るか、ね、これはゲームを開始した時に一応タイトル画面で見れる映像なんですけど、みんなで見よう。これだけ見てね、どういうゲームかっていうのをみんなでおさらいしておこう。うん、内陸君とお前の相手に身長の下がりすぎる内陸はこんな身長じゃないのかな。で、言うぞ言うぞ、あれを言うぞ言うぞかーみたいな。うん、椎名ヘキルさん、うん、いいね。このキリギリ京子ちゃん、いい足出してますね。この子も大江学ぶよ。だからおしゃれやね。うん。山口勝平。うん。斎藤千和さん。あ、クジラさんなんや。へえ。ねえ、オーガの声、クジラさんなんやな。ねえ、あれよな。オロチマルの人やな。うん。ということで、弾丸論破、プロローグ。一番最初、このどれぐらいやろうかなって思ってたんやけど、まあ、プロローグがまあ2時間ぐらいで終わったので、今回はこんな感じなんですけど、どうしようかな、次回から。なんか1章に、さっきも言ったんやけど、1章、2章、3章、4章、5章、最終章みたいな感じであるっぽいんやけど、ね、1章ずつこのテンションでやってたらマジで喉持たんかもな。うん。というわけで、今回の配信はこんなもんでどうでしょう。ね、次回もまた、お、びっくりした。あざます。ね、次回もまたいつになるかは分かんないですけど、まあぼちぼち弾丸論破シリーズで配信でやっていこうかなと思います。今まで配信でこうやってシリーズでやったことはないので、今回初なんですけど、弾丸論破やるのでお願いします。ありがとうございました。また次回の配信で、うん、次の配信確定で弾丸論破やるってわけじゃないんやけどね、また次の弾丸論破の配信でお会いしましょう。あざした。